熱帯の豊かな自然の中で独自の文化を育んできた魅惑の国マレーシア。忙しいあなた、慌ただしい日常を忘れて極上の休日を過ごしてみませんか。マレーシアならではの素敵な時間と空間があなたの輝きを取り戻します。日々変貌する世界有数の大都会クアラルンプールでは、エネルギッシュなアジアンパワーを吸収。西洋と東洋が交錯するマラッカ、世界遺産の街で伝統的なカルチャーを体感。神秘的なパワースポットイポー、隠れ家的なホテルで身も心もリフレッシュ。エメラルドグリーンの海に浮かぶパンコール島、大自然の中でアクティブな自分を再発見。今世界中が注目する癒しの楽園マレーシア、そこにはきっと素敵な笑顔があふれるあなたがいるはず。出かけましょう。成田からおよそ7時間、魅惑の国マレーシアへ。どんな自分に出会えるのでしょう。マレーシアの首都クアラルンプール、世界有数の大都市です。さまざまな民族が行き交い、さらなる発展をし続けるエネルギッシュな街です。今回マレーシアを旅するのはモデル藤井優さん。ラジオパーソナリティとしても活躍中。すごく都会的ですね。本当にたくさんの人で賑わっています。クアラルンプールの近代化を象徴するタワーが2つ。一つがペトロナスツインタワー、そしてケールタワーです。街には歴史的な建物も多く残され、その独特な景観はこの街の魅力です。その一つがクアラルンプールで最も古いモスク、マスジッドジャメ。一方ここブキビンタンはマレーシアの銀座といった雰囲気のおしゃれなエリア。中でもパビリオンは今注目のスポット。いつも多くの女性たちでにぎわっています。広いですね。世界中のブランドがたくさん入ってるんですね。ローカルファッションからヨーロッパの高級ブランドまで、人気のテナントが充実しています。マレーシアの民芸品が揃う場所といえばセントラルマーケット。お土産を求めて多くの観光客が訪れます。面白そうなお店を見つけたようです。すごいですね。藤井さんがセレクトしているのは友達へのお土産。何を選ぶんでしょう。ああ、バンブー。 Yes, バンブー。かわいい。かわいい。ディスカウント。あ、ディスカウント。 OK。 嬉しい。店員さんはとてもフレンドリー。お土産も決まりました。クアラルンプールの夜といえばやはり屋台。ここジャランアローをぶらり。夜もすごく活気がありますね。こうやって通りにテーブルがたくさん並んでて、皆さん食事をしていますね。藤井さんが立ち寄ったのはスチームボートの屋台
肉や野菜などの串が80種類以上。好きな串を選んでボイル。ピリ辛のココナッツソースをつけて食べます。うん、美味しい。ソースがちょっと辛いです。でもなんかこの辛さがマレーシアの味って感じです。美味しい。夜遅くまで人通りの絶えないマレーシア最大の都市クアラルンプール。そこはアジアンパワーのエネルギーを肌で感じることができる街です。マレーシアで最も歴史のある町、マラッカ。ここはマレー、中国、ヨーロッパの文化が混ざり合う不思議な魅力にあふれる世界遺産の町です。マラッカの町で面白い乗り物を発見。トライショーです。いやー、これは楽ちん。マラッカ王国が誕生したこの地は古くから西洋との交流があり、独自の文化を育んできました。セントポール教会はポルトガル支配の時代に建てられた教会。マラッカは西洋の宣教師たちの活動拠点でもありました。クアラルンプールとは全然違いますね、雰囲気が。マラッカには中国から多くの人々が移住し、その男性とマレー女性が結婚。その子孫はプラナカンと呼ばれ、ババニョニョ文化を生み出します。Sekarang saya bawa awak pergi Baba Nyonya punya culture. ここは地元の女性たちに人気のブティック。プラナカン女性の衣装、ニョニャクバヤがオーダーメイドできるお店。わあ、素敵。刺繍が細かいですね。綺麗。ニョニャクバヤに合わせて履くのがビーズサンダル。手作りのその技術は母から娘に受け継がれてきた花嫁修行の一つです。すごい細かいですね。 Yeah, would you like to try the sew? いいんですか？ Yeah, 藤井さん、初めてビーズサンダル作りに挑戦です。よっ、取れました。できた。あ、違う。あ、全然違う。あれ、え、どこ。でもやっぱり難しそう。一足作るのに半年もかかるサンダルもあるそうです。お店を後にした藤井さん、ニョニャクバヤ買ったんですね。とってもよくお似合いです。次に訪ねたのはコチキッチン。マラッカの人たちに愛されているプラナカン伝統料理のレストランです。一番人気のメニューが鶏肉とジャガイモを使った醤油味の家庭料理。数十種類のスパイスの分量がその家で代々受け継がれる秘伝の味なんだそうです。それではいただきたいと思います。うん、うん、美味しいです。日本の肉じゃがみたいな感じです。うん、お肉も柔らかくて美味しいです。うん。こちらはオクラに唐辛子のソースをかけたシンプルながら味わい深い一品。そしてこちらは
エビとパイナップルをココナッツソースで煮込んだスパイスの効いた味。ぜひ味わいたいマレーと中華が融合したニョニャ料理です。旅の疲れを癒してくれるのは、今年4月にオープンしたホテル、カサデルリオ。地中海風の建築様式を取り入れたマラッカの新名所。ホテルの名前はスペイン語で川に面した家を意味するそうです。旅人を迎えるのは嬉しいウェルカムサービス。名前入りのマンゴーの葉とシャーベット、生姜のソルベ、美味しい。素敵な歓迎ですね。落ち着いた雰囲気の客室は極上のひとときを約束してくれます。ベランダで心地よい風を感じのんびりできるのもこのホテルの魅力。屋上のプールも開放感抜群です。そして夕方になるとプールサイドはカフェバーに。刻々と変わるマラッカの街並みを見ながらくつろぎの時間が楽しめます。アジアとヨーロッパが一体となった不思議な魅力が体感できるマラッカ。ここは長い時間をかけて育まれた伝統文化に出会える街です。今日はレンタカーでドライブへ。向かうのはマレーシア第三の都市イポーです。マレーシアの道走りやすいですね。なんかいいですね、こういう木の間をパーッと走るのは気持ちがいいですね。クアラルンプールから車で北へ3時間。イポーは山あいに開けた錫の産出で栄えた町です。イポー駅は町のシンボル。こちらはシティホール。コロニアル調の風情が残るノスタルジックな町です。藤井さんが目指したのはイポー郊外にあるザ・バンジャラン。マレーシアでも珍しい温泉の湧く隠れ家的なホテル。世界が注目する癒しのスポットです。着きました。すごい。イポーは古くから綺麗な名水が湧き出る場所としても知られ、その豊かな水は訪れる人たちに清涼感と安らぎを与えてくれます。客室はわずか25。マレーの伝統的な家が客室になっています。素敵。わー、プールもあります。ヴィラのみという贅沢なスペースが極上の休日を演出してくれます。そこは一度訪れるとあなたを虜にする大人の隠れ家。